笹川茂蔵、笹川茂蔵、笹川の茂蔵、陽名、福松、本名、岩瀬茂蔵、文化7年、1810年後下4年7月4日、1847年8月14日は、江戸時代の教格で、千賀の裏部屋に席を置いた相撲、力士。講談で知られる、天宝水古殿の同盟の作中人物のモデル。下佐国会上軍。 現、千葉県、香取郡島の省庁に住まい、大親分として、キャンメイを歌われた。古文には、平手蔵主や、相撲、力士の勢力と見ごろを等がいる。文化7年、1810年、下宇佐国塚山村大木戸、現、千葉県、香取郡島の省庁で、醤油と酢の醸造を営む岩瀬かさぶろうの山、なんとして生まれる。感覚と剣術を学び、 田舎相撲に夢中になる少年時代を送った。相撲に夢中になるあまりへ戸へ出て、千賀の裏部屋に入門し、岩瀬川を名乗るが一年余りで廃業。この頃から博打を打つようになり、強格の道に入り、千賀の裏部屋の同門で協議の近い勢力、と見ろと共に、笹川に帰郷すると一家を起こした。天保十三年、千八百四十二年には、 笹川須賀山明神の霊載日を利用して、農民救済のために、地元の商人宿、十一夜で花会を開く。茂蔵は、関東東海地方で、名前の知られる、大親分に、手当たり次第に会場を送り、十一夜の花会には、清水次郎長、国定忠春、大前田英五郎なども駆けつけたと、講談、天宝水古伝では伝えているが、 当時、次郎長はまだ売り出し前であり、国貞ただ春も手配書が出て逃亡中であったため、真偽は不明である。同じ頃、調子の陣屋から十手を預かる飯岡の大屋分、飯岡助五郎と勢力を争う。はじめ良好だった両者の関係は、笹川一家の勢力が拡大して、飯岡一家の縄張りと隣接するようになると、どちらにもついていない。 中間地帯の蕎麦の寺線をめぐって緊迫し、ついには、双方の親分自身が命を狙い狙われるまでになる。天保十五年、千百四十四年八月六日、御用目一人と称して利根川の水路と陸路の二、方面から笹川に侵入してきた飯岡一家と戦い、須賀山明神の境内で飯岡川を一時は、敗走させた、大利根河原の決闘。紛争後、 重蔵はやむなく、故郷を立ち去り、降下四年、1847年、笹川に舞い戻り、飯岡をとうとするものの、その後、笹川重蔵は、飯岡に図られ、笹川の美薬橋で、虚無蔵に変装した、スケゴロの古文三名の闇討ちにあって暗殺された。重蔵は、死後、スケゴロの古文によって、首を切り落とされ、胴体は、行方不明になった。 闇討ちについては、スケゴロの直接指示によるものと、スケゴロは知らず、古文三名の独断専行によるものとの、二つの説がある。スケゴロは、首を、イ岡オカの山林に秘密裏に埋葬し、最も大事な客人の墓と偽って、自身が死ぬまで工芸を絶やさなかったという。一方、富五郎ら笹川一家の古文たちは、重蔵襲撃の方を聞いて現場に駆けつけたが、 そこにはすでに死体はなく、愛人の豊と子分たちは、茂蔵の残した血痕が染み込んでいる土や小石を集めて持ちき、笹川に埋葬した。その後、富五郎が笹川一家を継いで、飯岡への復讐を数度にわたって企てるが、飯岡方の反撃にあって失敗。助五郎は関東取締り出役に、笹川が武装して、近隣を荒らしていると訴え出て、海影二年。 1849年、幕府と飯岡一家によって、笹川一家は一無無打人にされた。この取り物は、先に大根河原の決闘で、飯岡が敗北したことを踏まえ、関東取締り出役が5人も参加し、それぞれ100名の手勢を率いて、飯岡一家に加勢するという大掛かりなものだった。唯一逃げ延びた富五郎は、笹川の南にあるコンピラ山に籠城し、 500名のばくりと言いおか一家に、包囲されながら52日間持ちたいたが、力尽き切腹自殺した。捕らえられた者はすべて江戸に送られて処刑され、笹川一家はここに崩壊した。そのおとり物は、江戸でも話題となり、翌年の嘉永4年、1 8 5十年には、事件の天末が、江戸の公尺師、宝居こと良によって、公団、天保水庫殿としてまとめられた。 水古伝の名が完成られたのは、新進で小勢力の笹川一家が、大勢力で権力の後ろ盾もある、飯岡一家を大舟瓦の血統で打ちまかしたことに、由来している。以後、現代に至るまで、天保水古伝は、老局の玉川翔太郎、歌謡局の南春浦に受け継がれ、そして、大正三年、1914年から昭和五十一年、1976年、 まで四十六回にわたり、映画化され、重造と助五郎の対立とその結末は、客色を交えて全国に普及することとなった。昭和七年、1932年8月14日、長子町、現、千葉県長子市が、上松町三丁目の道路整備中に、長遊墓地で重造の名が掘られた墓石とと根川に、投げ捨てられたと言われていた胴体を発見した。首も合わせて、 笹川町に埋葬したいという五十嵐葬太郎。笹川町長、当時らの申し出を受けた飯岡町では、スケゴロが秘密にしていた首塚を土地の古老の話をもとに、翌昭は八年に発見し、首の遺骨を上渡した。同時に、スケゴロが付けたと言われる、重蔵の戒名、新丸、重雄神寺を刻んだ石碑も発掘されており、こちらは、 現在も浅市の定喜び寺に残る。茂造は、こうして、遭難以来八十六年ぶりに、故郷の笹川に戻り、延命寺の一角に、富五郎と平手造主の墓石を両脇に控えた場所に葬られた。明治十七年に発行されたミニ暴走、赤月町、実相天宝水湖殿、実況天宝水湖殿によると、出生地は、下佐の笹川。当時の笹川は、 初夏の少量が入り組み、諸国の達詩州でにぎわっていたところ、笹川修蔵は、その地で、百姓、余兵の孫として生まれ、幼名を福松と名付けられた。後に、大立衆のカブは、矢バ、ヤブ蔵の養子となり、二代目カブは、矢バ、ヤブ蔵を襲名。しかし、世間では、岩瀬の修蔵と呼ばれた。その訳は、実父の名に由来する。 ジップは、中心蔵で知られる、赤穂老子と同じ番州の武士だが、当時は浪人の身分で、岩瀬玄恵門久直の子息、玄四郎直住という、源の江門久直に感動されて渡り歩く中、笹川の余兵宅に身を寄せて、余兵の娘、富に身の回りの世話をしてもらうが、源の江門久直帰徳の知らせを受けて、笹川の地を去った。郎直住の子を見ったは、 あとに、福松を出産するが、産後の日立ちが悪くて19歳で死去し、福松は祖父予定に育てられる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。